ベニちゃんバス西クルリン専用車山形市コミュニティバスは山形県山形市にて運行しているコミュニティバスである。本校では山形商工会議所が主体となって2017年7月まで運行していた中心街100円循環バスについても述べる。高瀬線は山高バスの廃止代替バスとして運行開始。ベニちゃんバスは2011年に西部循環線として 運行を開始。2014年に、ベニチャンバス西クルリンの愛称が付けられた。2017年7月より、山形商工会議所が運行していた、中心街100円循環バスと統合し、新たに、ベニチャンバス東クルリンの運行を開始。西クルリン、東クルリンとも、従来中心街100円循環バスが走行していた、中心市街地を走行するようになった。どちらも運行は、 山高バスに委託している。中心街100円循環バス、山形駅と七日町を巡回するバスで、区間に関わらずワンコインで利用できた。2017年7月2日をもって、上記ベニちゃんバスと統合のため運行終了高瀬線は、各地区内での乗降は200円、エリアをまたいだ乗降は300円。ベニちゃんバスは、東部、西部エリア、または、 中心市街地エリア内での乗降は100円、エリアをまたいだ乗降は200円。2021年3月9日に山高バスと省内交通 JR 東日本の3社が地域連携 IC カードを利用した IC 乗車サービスを2022年春頃をメドにサービスを開始すると発表がありました。高瀬線は山高バスの貸切カラーの小型バスで運行。 ベニちゃんバスはそれぞれ専用色の小型バスで運行される。山形市ホームページ。ありがとうございます。